はい、皆さんこんにちは。劇団おじです。さあ、今回はプロジェクター Q&A になります。これね、結構多いんだよ。Unext、画面がね、黒画面になっちゃう。うわぁ、どうしたらいいだろう。見れないよ。ポカ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 。ね。はい、今回は視聴者様からね、こんなコメントをいただきました。無線で仕上げられる方を買ったんですけど、スマホの Unext を見ようとすると、この動画の通り、黒画面になりました。どのようにしたら仕上げることができるのか知りたいです。ね。はい、ご質問いただき、ありがとうございます。ね。はい、そうなんだよね。今ね、プロジェクター安くなったから、ものすごくね、多くの人が、買うよね。で、みんなスマートフォンの中にね、なんかこう、動画の配信サービスってあるじゃん。ね。この今回の Unext とか、Netflix とか、Hulu とか、ね。ディズニーチャンネル見る人もいれば、スポーツ見る人もいるし、ね。Abema TV とか、あと何があるんだろう。なんか、いろいろあるよね。そういうサービスがね。で、そのサービスをいろいろね、使っていると、このトラブルにね、遭遇する場合がたまにあるんです。で、どんな時にね、遭遇するのかっていうと、なんとなくね、共通点があるんです。で、プロジェクターで見てる時って、まあ、どうやってね、接続するかっていうと、まあ、いろんなパターンがあります。スマートフォンに入っている、例えば Unext みたいな動画配信サービスを HDMI で接続してね、ミラーリングで見るパターンと、電波、ね、Wi-Fi で接続して、電波でミラーリングする、ね、そのパターンが2つ目。そして、3つ目のパターンとしては、3つ目なんだっけ3つ目あった、そう、3つ目は、プロジェクターの中にすでに、もうアプリが入っている、ね、Unext とか、YouTube とか Netflix とかね、そういったものが入っている。それで見るパターンの3つあります。ね。それでね、今はね、結構おじいのこのチャンネル、ね、2024年3月の20何日だろうね、今日ね。今日はいつなんだろう。ちょっと時計がなくなっちゃったので、今日はいつかわからないけど、3月の終わり頃です、ね。今日は29日らしいです、ね。おじいの住んでるところは29日。皆さんのところはわかんないけど、現在では、プロジェクターの中に、要はアプリが入ってる、要は Android 搭載とか、何をしたっけ、あれね、あれ、例のあれ、あれ、あれ、ほら、あれ、ね、Linux OS、ね。で、あとは、なんかカスタム OS、ね。まあ、いろんなものが、入っているものがあります。で、その中で、まあ、Google Play、Google Store があるものとないものがあります。で、あるものは、ダウンロードすることができるアプリをね。で、ダウンロードしても使えない場合もある。ね。多々あります。で、いろんなパターンがあるんだけど、まあ、今一番簡単なのが、もうアプリがもともと入ってるやつを使ってみるのが、もう一番安心確実。しかも遅延がない。ね。スマートフォンで電波で飛ばしミラーリングすると、どうしても遅延する場合が、ね、あるので、ね。途中でくるくるなったりとかね。あるので、もう内蔵してるもので見てる方が、結構快適に見れる場合が多いです。ね。おじいのチャンネルでは今現在でトップトロさんの X6 というモデルが、まあ、1万7千を切ったお値段で、まあ、明るくて、ね。で、画質も、まあ、結構良くて、ね。まあ、ここら辺の価格帯では結構最強なやつがあるんで、Android 搭載なんで、ただ、オートフォーカスはついてないけどね。あと、音がもうちょっと、もうワンランク上になったらいいなと思うけど、まあ、見る分にはものすごくしょうがないんで、ね。あと、イヤホンジャックもついてるんで、ね。ヘッドホンとかで聞くこともできます。そんなわけでね、Bluetooth のイヤホンも、使えるよ。ね。そんなわけで、まあ、
本当だったらその内蔵のやつを1個重ためになっていただいてね、見るのが一番いいと思います。あの元気なおじいのこのチャンネルの説明欄にね、あのおじいのおすすめのプリズクナがいくつかあるので、まあ、その中から選んでいただければ、おじいに余裕のある方はヤーバーの K2S というのをお求めになると、まあ、中華プリズクナの中ではちょっとねワンランク上の明るさと画質で、で音もね JBL のスピーカー搭載して立体サラウンドでね、スピーカーがここにもあるみたいみたいな感じで、ものすごく満足することができます。で、だいたいあの4枚台ぐらいね、4枚ぐらいしてるので、うわーもったかねの花だわーっていう方は、あー、それであのトップトロさんの X6 ね、1万7000円切ったお値段で購入できるのでね、おすすめです。あのクーポンコードがね、もうちょっとしたら切れちゃうので、あのお早めにこの動画の説明欄にリンクがあります。それで、あと、アプリが搭載されていないものでね、ミラーリングをしてみてればいい。この黒画面になっちゃったら、どうしたらいいんだろう？どうやったら見ることができるんだろう？実は、これって、皆さんが使っているスマホとか、あと、まあ、ケーブルを使ってるんだったらケーブルとか電波とか、その、端末によっても違うし、接続する方法によっても実はまた変わってくるんだけれども、基本は同じなんですこれ、ね。はい、ちょっとね簡単に説明させていただきましょう、ね。これを1個覚えておくとめちゃめちゃ便利だよ、ね。今後の人生大きく役に立つよ、ね。実はねプロジェクターってね、だってプロジェクターがあるでしょ、これじゃね。で、こうやってレンズがあって、ね、で、こうやって、画面をね、投影してくれます。ですよね。はい。こうやってね、映してくれるよね。で、そしたらね、このプロジェクターっていうのは、今言ったように、その、HDMI っていうね、このケーブルを使って、ね、例えばこのスマートフォンと、ね、ケーブルを使って投影して、これが一番遅延がないので一番確実な方法というか、内蔵アプリを使わない場合ね、この方法と、あともう一つのパターンは電波、よいしょ、これね、これ Wi-Fi です。はい、 Wi-Fi でねこうして飛ばしてる。このね、2パターンあるんです、実は。このね、A パターンは Wi-Fi で飛ばしてミラーリングで見てる場合。そして2パターン目は HDMI の接続で、ね、有線で見てる場合。このどちらか2パターンの場合が多いんだけど、圧倒的に9割以上はこの Wi-Fi のパターンを使ってる場合が多いと思います。はい。Wi-Fi ね。それで、まあ、今からお話しすることは、この Wi-Fi でも HDMI でも基本は同じなんです。これね、びっくりするかもしれないけど、このね、例えば今回は Unext だよね。Unext。この Unext の、ね、この画面、トップ画面とかあるでしょ？スマートフォンで見たときに、ここにはね、映ってるんです、実は。ここに映ってるの。それで、電波で、こっち、プロジェクターに飛ばして、ここに投影してみたときに、このトップ画面は普通に映るんだね。これがね。で、ところが、ここで再生する。再生すると、プロジェクターで見た場合に画面が真っ暗になっちゃうんです。だってプロジェクターの画面がね、こうやったんでしょ？さっきまでは、こう、Unext で、なんかカテゴリーがこうやってあって、こんなのが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 って、こうやって映ってたのに、ね、あ、じゃあ、これ見ようっつって、ね、ポチってこう、再生したら、これがね、
へぇ、真っ暗だ。あれ、おかしいな。音は出てくるんだよな。あれ、おかしいな。ねえ、なんだっけ、タミさん、ね。なんかタミさんは野菊のような人だみたいなね、あれおかしいな、あの声は聞こえてくるのに映像が真っ暗だ、え、なんでなんだろう、ちゃんと接続できてるよね、音は聞こえるのに映像が見れないよ、なんでなんだろうなってね、ここでね頭を抱える人がね結構多いんですですよね。はい、このね正解を教えましょう。正解はこのUnext のここからここに移すときに、これね、実はね、これデジタル信号のね、罠があるんです。デジタル信号なんです。で、このデジタル信号で、コピー防止っていうのがね、あるんだよ。昔ね、昭和の時代っていうのは、いろいろほらレンタルで借りてきてお家でダビングしてね、で帰ってって、でまたこのコピーをじゃあまたみんな友達から借りてダビングして、ダビングして借りてっていうね、まあレンタルのものを、ダビングしたりとかね、ムフフフをダビングしたりね、こうダビングしてどん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 こうみんな増えてくるんだね、これがね。で昔はアナログだったのでそれを止めることはできなかったんだけど、世の中はねデジタルの時代に入った。コピーしたら売れなくなっちゃう、どうしよう、ね、本当なんかこの映画はね1万人からいい評価起きてるけど、でもおかしいな、60枚しか売れてないんだよな、全体で60枚しか売れてないのに1万人からいい評価もらってるけど、なんでなんだろうな、なんでだろうなで。コピーを見てるんだみんなってことで、じゃあコピーをできなくしちゃおうよっていうことで、このデジタルだったらロックすることができるよねっていうことで、デジタル信号ね、デジタルっていうのはやっぱ DVD とかね、ブルーレイとかね、なんか聞いたことがあるでしょ。でインターネットで見ているこういう Unext も実はデジタル配信なんです。今の時代ね、デジタルなんだよ。テレビの電波もデジタルなんだよ。ね。そんなわけで、このデジタル信号なので、ここで、この端末では採集して見れるんだけども、それを今度はね、別のところに、要は、飛ばして、出力してるときは、ここがね、一時出力先、じゃあ二次出力先とかあって、ポンってフラグが立つの、あ、今これ表示してるものをまた複製してこっちに移そうとしてるよっていう、ね、フラグが立っちゃうので、そうすると一番最初のここでは見れても2番目は見れないよっていうね、そういうプロテクトって言うんだけど、そういう仕組みになっています、今ね。だから今の時代はこのプロジェクターの中にこのアンドロイドを入れてしまうことによって、プロジェクターの中のアプリで再生するとそれが1番目になるので、ちゃんと映像が映るんですよってことなんだね。難しいよね、おじいもわからないもんね。そんなわけでこれデジタル信号のやつって著作権があるもの、ね、著作権保護のためにコピー防止のために、ここの大元一番最初の、ね、端末アプリが入っている端末ではそのまま見ることができるんだけども、複製防止のために例えばこれがレコーダーだったりしたらここに移すことができたらダビングできちゃうでしょ。だからダビングしようとした時に映像が真っ暗、ね、声しか入らないように嫌がらせをするんだね。これがコピープロテクトっていうやつなんです。だから皆さんがこのスマートフォンの Unext で、ね、HDMI でも Wi-Fi でもね、こっちに飛ばして、ミラーリングしてみた場合、これは2番目になるので、
ね、見れない。ただし端末によってこの著作権保護ね、ちゃんと許可するケーブルっていうのがあるんです。実はね、リンゴ持ってる人とかね、あどれでもね、そういったちゃんとしたケーブルを使えば、これは見せてもね、どうしてあげるよっていう、そういう特別なものがあるので、そういったものを使ってる場合に限っては見れますよっていうものがあります。なので例えばね、ゲームの世界でもね、そうなんです。例えばプレイステーションのファイナルファンタジーとかね、ああいうのがあって、もうストーリーが命なんです。ネタバレ禁止、ね、でこの著作権保護もデジタルなんで、ピンポイントで仕掛けることができるので、通常はダビングでもね、通常 ではプロテクトのオンオフっていうのがあって映るんです。ただネタバレの部分の映像になると画面が真っ暗になる、ね、ここの部分はコピーさせないよ、配信させないよっていうように部分的に仕掛けることができるんです。だからこの Unext も同じで、メニュー画面とかは全部ちゃんとプロテクトかかってないから、全部見せてくれるので、も見せたくない著作権を使用して、これは見せたくない、コピーさせたくない、2番目のやつは映したくないっていうものになったら、画面が真っ暗になっちゃう、ね、なので、どうしたら見ることができますか、ねって考えている場合は、じゃあこの HDMI 出力に対応した端末を使って、で、HDMI 出力ね、ちゃんとできるケーブルを使って有線で接続して見る方法が一つあります。で、じゃあこの Wi-Fi の電波を使ってこれで映す方法はありますかっていうと、おじいはね、そのやり方は知らないです。で、例えば HDMI でプロテクトに引っかかっちゃうんだったら、プロテクトを解除するやつがね、500円とか800円とか安いものはね、当たりをつかむと売ってるので、スプリッターと言いますね、当たり外れがあります。こういうね、 HDMI を2つに分割するやつがあって、でこれがコピーコントロール、著作権保護機能を、まあるものでもそのままパススルーしてくれるものと、ブロックしちゃうものとあるので、著作権保護機能に対応した回路がついていれば、ミラーしてみることができます。対応したケーブルでなくても、ね、2番目でも3番目でも突破してみることができる、ダビングすることができるっていうね、そういうものがあります。で、よくライブ配信なんかやってる人で、ゲームやってる人で、そういうのに引っかからないようにやりたい人は、プロテクト解除ができるスプリッターを一発かまして、やるっていうね、まあ、そういう方法があって、まあ、それをやってる人がほとんどではないかなと思います。ただ、努力をして賢い人でないと安く手には入らない。で、じゃあ努力をしたくない人はどうしたらいいかっていうと、これは確実に保証付きですし、まあ、普通だったら500円から800円で買えるんだけど、だいたい2980円とか3980円とか、お金を出せばこれは絶対大丈夫だよっていう、ちゃんと日本の業者さんが日本のマニュアルもつけて、ね、サポートもつけて売ってくれるので、まあ、努力の分をお金で買うことができるので、ね、そういったものを使えば、まあ、よろしいかと思います。で、まあ、多くの場合はこの Wi-Fi で飛ばす人が多いと思うので、その場合はこの電波なので、この電波で受信するので、このプロテクトを解除する方法っていうのがないんです。実はないんです。なので、Unext の画面が黒くなっちゃうよっていうのは、それは解除することができないんです。だから Unext のチャンネルを映せますかっていう質問に対しては、映せますよっていう、著作権保護のプロテクトがかかったものを映せますかっていうと、答えは
のです、ね、なのでここのところをね、あそうなんだ、じゃあこっちの端末をね、ちょっとこれに対応するのを買うと、うわ結構高いんだね、10万円ぐらいしちゃうんだって、ああそうなんだって現実を知ります。例えばこの HDMI に対応した端末って何があるんだろうっていうと、だいたいあの iPhone と Android って結構上位モデルしかないんです。実はああそんなにするんだってね、うわ高いって思ったら、じゃああの Unext が入ったね、もしくはあの入れられるやつを買えばいいのかなーってね、そう思った方はトップタロの X6 買うと、まあ、幸せになるパターンが多いです。だからね、だって1万7000円弱で買えるんだね。で、あ、1万7000円なんだ、買い替えなんだってね。あの、そう思った場合、まあ一番ですが、これが多分、役に立たないので、まあメルカリでね、だいたいあの、1500円とか2000円ぐらいで売れるんでね。まあ、それだと手数料考えるとね、あんま残んないかもしれないけど、でも元々がほら安いんで、ほんと6000円とか7000円とかね、それぐらいの会社でしょ。だからそんなに高い値段で売れないので、うん、まあでもちょっとでもね、足しになるように、これ処分して、トップトロの X6 に買い替えるっていう手もあります。だからトップトロのね、X6 に変えても、私、Unext のチャレンジをしたことがないので、ただ、あの、アプリが起動すれば、ね、アカウントでログインして、あの、見れるはずなので、ね、このアプリがね、入ってんのかな、入ってないのちょっと、私、全くね、その、興味ないんだわ。YouTube とプライムビデオ以外、全く興味ないんで、まあ、あるとすれば、アベマ TV と T バーがあったら嬉しいなっていうぐらいなんで、なのでね、それ以外あんまね、興味ないでテストしてないんだよ、実はね。なので、ちょっとね、また詳しい内容をね、見てみたいと思います。そんなわけで、まあ、今回のご質問なんだけども、スマートフォンでね、電波を使って飛ばして、プロジェクターで、ミラーリングで、Unext を見てる場合、著作権保護の信号の引っかかったものは、画面が真っ暗くなってしまうので、それを見れるようにする方法は、まあ、ないと考えた方がよろしいかと思います。で、プロジェクターのかかっていないものは、普通に見れます。ね。でもおそらく見たいものはプロジェクターのかかっているものを見たいっていうことだと思うので、うーん、まああとね、大画面でなんか見る方法はありますかっていうと、ないこともないんだよ。プロジェクターに例えば普通にもう一個スマートフォンとかビデオカメラとかHDMI で接続します。それで、そのカメラで、この画面が映っている Unext をピント固定にして、で、これを撮影するんです。で、これを撮影して、プロジェクターで大画面で見れば、まあ一応見れるんです。そうすると、今回の、質問されている方のね、これね、無線でつなげる方を買ったんですけど、スマホの Unext を見ようとすると、この動画の通り黒い画面になりました。どのようにしたらつなげることができるのか知りたいですってことなんで、まあ、つなげることはできてるけども、視聴することができないので、まあ、もう一個ね、お手持ちのスマホを使うなり、ビデオカメラを使うなり、何かをして、この画面を映す。ね、ご自身でミラーする、これがね一番手っ取り早いんじゃないかなと思うけどね、うん、どうでしょう。本当、あと他に方法は何かあるかな。無線だとないかな。無線だと難しいな。本当
だ本当にこのミラーリングだスマートフォンでその Unext をねこう映したらこう電波でミラーリングはできてるわけでしょ。とにかくね、あちょっとこう言葉だと難しいよね。わかりやすくね、わかりやすく説明したいと思います。今度横から、あ、まあいいや。レンズがこうやってやって、今度はね。電波でも有線でも、両方、どっちでもね、できるんです。で、パンパンパンだ、こうか。これが Wi-Fi。これが Wi-Fi で、それで、このスマホとミラーリングしてます。このスマートフォンをミラーリングしてます。今できてるんだよね。それがね。こう、Wi-Fi でミラーリングで見えてるんだよね。でしょ？なので、このスマートフォンの、このカメラで、こうだね。ね。で、これがスマホ。で、これだね。はい、こういうことです、ね、図にすると分かりやすいかな。ここにスマートフォン、ね、があって、で Unext を再生するんです。でここにスマートフォン、ミラーリングするスマートフォンを置いてカメラモードにするんです。このモードにするんです。それで、ここに Unext のね、スマートフォンがあって、Unext のスマートフォンをこれで撮影して、これが電波で接続してるから、ここのスマートフォンで映ってる Unext を撮影して、プロジェクターで大画面で見ることができるんです。ね、できる方法を教えてくださいっていうことなんで、うん、この方法があります。ね、はい。そんなわけで、まあ、これだったら、いらなくなった、ね、前使ってた端末なんかも使えるので、まあ、再利用、ね、いらなくなったものを再利用して見ることができます。ね、これが一番お金がかからないかな、実はね。はい。そんなわけで、やろうと思えばね、やり方はいくつか、はってこうね、想像できるので、まあ、頑張ってほしいなと思います。はい。あと、もうこれ以外の方法になると、ちょっと、おじいはわからないので、ね、他に電波を接続して黒い画面になるのを黒くならないようにしたいっていうのは、おじいはわからないので、まあ、一応、Unext のサポートの方に連絡をして、まあ、解散でしょ？で、画面が黒画面になっちゃうんですよって、質問してみると、一応、ちゃんと、いろいろ聞いてくれて答えてれば、適切なアドバイスをしてくれると思います。ね、だけど、元気な字は、あくまでも、プロジェクター側の方の解説なので、Unext のサービスの人ではないので、また Unext のサービスを使ってる人ではないので、この Unext については、わからないんだけども、真っ黒になる原因というのは、著作権法、コピー防止機能、コピーコントロールによるもので画面が真っ暗になるっていうのはもう分かっているので、なので、その対策、回避方法、あと映す方法があるかないかっていうね、この答えとさせていただきます。ね、頑張ってなんとか目的達成できるといいね。おじいは心から応援しています。ね、どんまいどんまい、僕は好きだよ。ね、はい、終わります。参考になった方は、グッドボタン押してね。じゃあね。バイバイ。